和歌山県串本町。美しい海が自慢の町です。3年前、この町に国内では初となる民間のロケット発射場が作られました。ロケットの打ち上げはこれまで4度延期されましたが、ようやく打ち上げが決定。急に今回打ち上げ決まったので、まあ、ちょっとびっくり、はい、3月9日になって楽しみしてます。みんなどこで見るのかって、もう今はもうそれでもちっきり、まあ期待はしてるね。地元の熱が一気に高まる中、一人喜びをかみしめる女性が。ひらひらここに嬉しくて貼っちゃいました。火つけれてすぐよしよしよしと思って。串本町出身の八代奈穂子さん、3年前に串本に戻り、地域振興を手掛ける会社 USP ジャパンの和歌山オフィスのスタッフとして働いています。どうせだったら普通にお仕事するよりも、こう串本を盛り上げたいなみたいな気持ちは絶対あるじゃないですか。好きだから、うん、ずっと串本出身だし。本州最南端の町串本町は漁業や観光でにぎわい、40年前はおよそ2万5000人が暮らしていました。しかし今では人口およそ1万5000人に。町民は65歳以上が 45% を超え、高齢化も進んでいます。あの辺も全部ずっと商店街だったんですよ。それがもうなんか駐車場だったりシャッター降りてたりとかするから本当に寂しくて。そんな中、串本町に民間初のロケット発射場が完成。ロケットで串本ににぎわいを再び。町の期待が高まります。モニュメントとして飾ってもらいます。みんなで頑張って作りましょう。八代さんの所属する会社ではロケットを生かして町おこしをサポート。これまでもロケットのモニュメントを作るなど、打ち上げに向けて機運を高めるため数多くのイベントを企画してきました。全部この串本町のロゴマークとか和歌山県のロゴマークを使っている商品だけを並べている今回展示会で、町中をこの串本マーク、まあ、なんちかつらマークでこう溢れさせたいんですね、私たちの感じとしては。土産物店やホテルなどにロケット関連の商品を置いてもらえるように PR します。串本町で生まれ育った八代さん、高校卒業後に地元を離れ、神奈川県で働きながらバンド活動をするなど充実した毎日を送っていました。しかし父親が亡くなり、4年前一人暮らしをしていた母親が急死。さらにその半年後に弟が亡くなったんですけど、なんで、大切な家族がみんないなくなってしまったのです。次の年の誕生日、実家に帰ると庭に白いアマリリスが一本ボンって咲いてて、何も手入れされてないんですよ、母が亡くなってから。なのに誕生日のプレゼントかなと思いました。お母さんが大切にしていた庭を守りたい。八代さんは43年ぶりに串本に帰ってきたのです。大変長らくお待たせいたしました。清掃活動を始めたいと思います。打ち上げが迫ったある日、地元の有志で集まってロケットの見学場を清掃しました。
階段に。ここなんかすごいですね。そうなんですよ。もう波打ち際なんで。できるだけ綺麗な状態で打ち上げを楽しんでほしいと一丸となって準備を進めます。全国的に注目される地域の一大イベント、地元の人たちは成功してもらったらねという期待もあるしね、失敗したらあれって初めてやから胸ワクワクしてます。どういう大きさかなとか、どういうふうに飛んでいくのかなっていうのを、楽しみかな。一方でこんな声も。2500人というそのまあ人がわっとよそから人が来られますんでね、その状態がどんな状態になるのかっていうのはいまいちそのあのイメージとしてわからないんですよ、はい、この狭いところでどうなるのか。見学会場周辺は普段地元の人しかいません。楽しみな反面不安もあるようです。こうした課題は会社の全体ミーティングでも話題に。公式見学場の中にしかトイレがないってなると、そのトイレ貸してください問題が発生するので、まあ、ここの拠点を開けといた方がいいかなみたいな感じ。USP ジャパンのスタッフはイベント運営のお手伝いをしながら、細かいトラブルなども想定して対応を考えていました。困っている方がいらっしゃって、たまたま問い合わせとかがあったら、それはご案内をさせていただきます。地元の人もロケットを見に来た人もみんなが楽しめるように、八代さんたちは当日に備えます。準備作業を終えた八代さんは家の近くの海に来ました。だるま夕日が見えたんですよ、ここで。それが母と二人でちゃんと見に来た夕日の最後の夕日でした、ね、八代さんにとってここは家族との思い出が詰まった場所。帰ってくると夕日綺麗じゃないですか。東京とか似てると夕日見ることあんまりなくて。待ちに待ったロケットの打ち上げにさまざまな思いが込み上げます。今回ロケット飛ぶじゃないですか、しかも明日。それと同時に串本の他のいいところとかも知ってもらえたらいいなとすごい思います。住む人もそんなにどんどん減ってきてるし、そのまま消滅してしまったらなんかあまりにも悲しすぎて、なんかできることはやりたいな、それが未来につながったらいいなっては思います。いよいよ打ち上げの日。みんなの期待を背負ったロケット、カイロス初号機が姿を現します。会場には朝早くから多くの人が集まりました。絶対成功してほしい。ぜひ成功してもらって和歌山を元気にしてもらいたいです。ステッカーももらって帰ってください。八代さんは受付で記念グッズを配ったり、イベントを盛り上げたり、休むことなく動き続けます。なんかわたわたしてて、朝から一息ついてたらもう終わってしまう。そしてとうとう打ち上げの瞬間が。3、2、1、発射。
船が入ってきちゃったんだって。機体トラブルじゃなくて、そう、すごいショック。海上の警戒区域に船が侵入してしまい、この日はロケットを打ち上げることができなくなってしまいました。いいんですよ、次に飛べばいつか必ず飛びます。4日後、すぐに次がやってきました。八代さんは串本町の見学会場で販売ブースのお手伝いを担当します。今日は絶対になんとかお願いしたい。平日ということもあり、観客は前回の3割ほどのおよそ700人。しかし熱気は変わりません。会社にちょっと無理言ってすいません、ちょっと回路を見に行かせてください。やっぱり本物を見たみたい、直接自分の目で。やだ、動画動画。今日はしっかりとカメラを構えて打ち上げを見守る八代さん。そして10 9 8 7 6 5 4 3 2 1発射。発射からわずか5秒後、機体に何らかのトラブルが発生。待望の初号機は空に届くことはありませんでした。すごいショック。一瞬上がって放心状態です。今はあの煙が切ない。打ち上げを見ていた人たちは、残念、2回も飛ばなかったけど次は飛んでほしいです。お客さんが帰った後、カイロス発射の瞬間を見た八代さん。ああ、発射はしたんだね。でも大丈夫なのかな。衝撃だった。でもちゃんと上がったんだ。慌ただしかった数日間が終わりました。イベント終了後、八代さんは会社の仲間とロケットを打ち上げたスペースワンの言葉に耳を傾けました。スペースワンとしては失敗という言葉は使いません。すべて今後新しい挑戦に向けての、言っていけば糧というふうに考えております。私どもとしては前に進んで前に進もうでございますので、ぜひ応援していただければありがたいと思います。打ち上げ成功とはなりませんでしたが、町には多くの人が訪れました。ふるさとがさらに盛り上がるように、八代さんは前を向いています。結果はこんな形にはなったけれども、次につながるなとは思います。どうしようかな、次何しようかな、どんな風に楽しくしようかなっていうのを、そういう話をしながら片付けてましたね。じゃあ1年以内やっぱり飛んでくれあと3回ぐらいは飛んでくれるといいな